私と踊るなら死を覚悟して。
しれないな。またダリウス育ってんですか。レベル7。私すぐレベルは入れちゃうんですけどね。
レベル。まだ力なんだ。ああ。混沌こそが自然のあるべき姿よ。
眠そう。何やってる今。今 TFT しながら歯磨きしてました。激戦やん。私はもう早くに死んじゃったんですけど、あと1回行かなきゃ。1時間配信しないといけない。お腹が痛い。あーでも試合が決まった。2位だ、すごい。カロンさん行きます。あと1回か。何に TFTFT はいいかな。オッケーオッケー。わ、28もいった。私は今日は意識はここまでし、はい、おやすみなさい、うん、またお願いします。お疲れ様です。あ、メブさんはいないのか。ふぅ、すごいな、TFT マスター。今日はノーアルマッチでいろんなキャラを練習した。うん、いろんなキャラを練習してるんですね。そう、いろんなロール。これ以上強くなるためにはガレンとダリウスの知識だけじゃなくて他のレーンの他のキャラの知識が必要になってくるっていうことにさすがに気づいて、もちろんガレンたちをやめるわけじゃなくて、ガレンとして強くなるために他のキャラのさ、ロール、他のポジションを覚えたら、この時間帯にここのキャラは弱いからここで攻めたらいい、この時間帯でこういうことするとこいつは強いからやめた方がいい、その辺の理解が深まるやん。そのためにだから、いやーでもほぼ負けたわ。セットで4キル14です。ベインで3キル14です。サイオンで3キル7です。ヤスオで2キル9です。全部負けまくった。でも負けて覚えるものいっぱいあるからね。経験になったよ。スノーチだけ勝った、うん、いろんなキャラ使った。覚悟のソラッキュ。お覚悟。ザーマン何してくれるの？え？ハト刺した。すべての味方の攻撃速度を50増加させる。へえ。俺の野望はここから。
それだけ近くに旗を召喚して。そうだった。初めて酔った。まだお弟子ゲインや。ゲインを称えよ。帝国ゲインを称えよ。おお、あれは仙道だござらんか。カヒ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 。
私と踊るなら死を覚悟して。EFT 片手間にできるからいい。そうですね。歯磨きしながら。まあ、これしかないです。ノーマルランクみたいにガッチガチにファイトしたくていいから。そう。片手が開くのがいいですね。頑張れ。ああ。私と踊るなら、死を覚悟して。混沌こそが自然のあるべき姿よ。私と踊るなら死を覚悟して。全員細切れにしてやるわ。
ついてただけ。次はあんたが勝つよ。Thank you.
私と踊るなら死を覚悟して。私と踊るなら死を覚悟して。承知。